アリソン T56 は単軸式のモジュラ設計の14段の軸流式圧縮機を4段のタービンで駆動する軍用ターボプロップエンジンである。原型はアリソンエンジン車によって C-130 輸送機用に開発され1954年から量産された。現在は1995年にアリソン車を傘下に収めたロールスロイスホールディングスで生産される。 民間企業は 501D として識別される。1954年以来、改良されながら、他に類を見ない、生産数と生産期間で、これまで1万8000機以上が生産され続けていて、累計200万飛行時間以上に達する。T56 ターボシャフトは、アリソン社の以前の T38 シリーズから発した。最初の飛行時には1954年に、 B-17 飛行試験機の先端に設置された状態で飛行した。当初 C-130 ハーキュリーズに搭載され、P-3 と E-2、C-2 にも採用された。また、民間機のロッキードエレクトラやコンベア580にも民間機用の 501D が搭載された。T56 の開発作業は1953年5月に、 アリソン社がロッキード社に T56A-1 を出荷する直前に終了したが C-130 で必要とされていた 3750SHP ではなくたった 3000HP しか出せなかった。1953年8月にわずか6.5時間の地上試験で破損した。再設計したエンジンは同年9月に同様の運命をたどった。 二度目の再設計後、アリソン社のチームによって成功が実現した。T56 は圧縮比の向上と運転温度の上昇を含む改良が加えられた。P-3 オライオンに搭載された T56A-14 は出力 4591SHP、圧縮比は9.25。 1>, 1であったが、E-2 ホークアイに搭載された T56A-427 では、出力 5250SHP、圧縮比は12、1に向上している。また、T56 は、排気により、約750ポンズの水力を発生する。船舶用の501系エンジンは、アメリカ海軍の現用の巡洋艦や、駆逐艦の発言用、そして、 ジェットホイールの手記として使用されている。2013年に提案されたエンジン改良計画では T56 エンジンの燃料消費と運転温度を抑えることにより空軍は20億ドルの費用削減と C-130 の飛行体の行動時間延長が期待された。1996年に初飛行した C-130J スーパーハーキュリーズでは T56 は エンジンとプロペラの制御に、ファデックを用いるロールスロイス a e 2 1 0に置き換えられた。これは6用のダウティロートル製のシャムシールプロペラを備える。1982年に、普天間飛行場で移動式試験装置で試験中の T562009 年に、整備中の T56A-16 一般的、特性構成要素性能出展、ロールズ、ロイス、類似のエンジン。 ありがとうございます。